トイレが近くてですね、ああいいですね、あの落ち着き、危ない。なぜかね、北海道に来るとトイレが近くなるというね、現象が起きておりましてね。なんだろうね、この間ね、あそこ、あの、小樽に行った時もね、観光どころではなくなってしまってですね。本日は札幌駅から徒歩ですぐのところにあります。こちら、ソラリアホテル。今日は、いつものようにホテルに宿泊をするのではなくてですね、じゃらんさんの予約サイトを使ってですね、デイユースの形で、昼間ですね、急遽予約をしたのですが、宿泊費がね、500円となっております。ホテルの代金が500円というわけではなくて、じゃらんさんのクーポンなどを使ったりして500円になったのですが、なんといっても大浴場もついているということでね、非常におすすめのホテルですので、ね、ぜひね、ご紹介したいなと思いまして、撮影の方をさせていただいております。これからね、いろいろと館内、そしてホテルのね、このフロアなど見ていこうかなと思っておりますが、本日は11月の29日となっておりまして、外はね、もうすごい寒いですね。もう雪がね、ちらついておりまして、北海道をね、約1週間ほどですか、ホテルの宿泊などしてきまして、北海道ってすごい広いじゃないですか。だからものすごい歩くし、冬だとイルミネーションとかの夜のね、イベントとかも多かったり、スポットまでのね、距離があったりもするので、出張とかね、ビジネス、ホテルを使ってテレワークとかもね、最近はされる方も多いので、ぜひね、そんな方にもおすすめをしたいホテルとなっております。お風呂でね、ゆったりしてくつろげる仕事どころじゃないかもしれないですが、おすすめしたいところですので、これからね、いろいろと館内見ていこうかなと思います。ソラリア西鉄ホテル札幌さんです。それではいろいろと見ていきましょう。落ち着きますね、このトイレも。ね、もっと広いお部屋のトイレとかもね、気になったりしますが、一応ね、こんなお尻とかね、ビレとかついていますね。トイレットペーパーにシールが貼ってありますね。ここでね、手も洗いますね。
当にね、ラベンダーのね、いい香りがしてですね、これちょっとおすすめですね。うん、なんかすごく良かったんですよね、匂いがね。こっちはね、アーモンドって書いてあるんですけどね、なんかこう甘いね、いい匂いがしています。このようなね、除菌ウェットティッシュもお部屋に備え付けてありました。お水、北海道大雪山雪の水天然水というね、こちら2本ついてました。いいですね。こちらドリップコーヒーとお茶ですね。はい、クリーム類がね、一緒についておりました。もしね、夜宿泊しようと思ってたんだけど、あの予約取れなかったなーなんていう時にね、そうだ、昼間デイユースでね、取っちゃおうとか、これすごくおすすめなので、ぜひ。ここすごいいいですね。綺麗だし、新しいし。周辺はね、札幌ステラプレイスですとか、赤レンガテラス、あとは地下街を見るのもいいでしょうし、まあ、大通公園、今の季節であればね、あのイルミネーションが広がっています。白い雪とね、赤いレンガがね、すごいこうコントラスト豊かといいますかね、もう美しいあの絶景がね広がっていますので、あのあとお庭にはね鳥が飛んでいたりね、パワッとあいい感じなんですよね。すすきのの方に足を運びますと、まあいろいろとね夜の、遊ぶところもあったり、あとはもうラーメン街とかね、地下のラーメン街とか、モグラというね札幌ラーメンバターコーンのねあのお店に行ったんですけども、とてもね美味しかった。クスジャパンのね YOSHIKI さん他、芸能人も多数いらっしゃって、今日ねあの HTV だっけな、なんかテレビで BS かなの有吉さんの番組なんだったかな、有吉さんの番組だったと思いますが、でもねなんかやるようですね。結構メディアでね取り上げられていて、芸能人はね御用達のそういうラーメン屋さんのようでね、YouTube でもね、アップをね、してみたいなと思ってます。デイユースはね、1時から使えましたね。1時から6時間プランということで、チェックアウトは7時まで、こちらのホテルを利用することができます。札幌駅からはね、徒歩で約5分ほどでした。開業されたばかりということでね、2021年のですね、2月に開業したばかりの新しい、ね、ホテルになっています。部屋の中にね、北海道をね、ちょっと感じるようなね、デザインが施されていましたり、すごくあのおしゃれな、部屋にね、なっていたりします。大浴場はね、デイユースの方ですと15時以降からね、利用ができるということなので、そちらもですね、ぜひ。はい、ということで本日は札幌駅すぐのところ、ソラリア西鉄ホテルさんの方にお邪魔をしてみました。動画最後までね、ご視聴いただきましてありがとうございました。
僕たちは、ホテル紹介ですとか観光地の紹介などをメインに、YouTube 活動を行っています。僕はリンクスのタクと言います。もう一人はね、リョウくんって言います。二人でね、活動しているので、よかったらですね、他の動画も遊びに来てほしいですし、チャンネル登録もね、してもらえると、すごくね、嬉しいです。なかなかね、YouTube 難しくて、登録者さんはね、伸ばすっていうのはね、ほんと大変なんですよね。なんですけども、ぜひ、登録してもらえるとね、嬉しいので、よろしくお願いします。またね、次回の動画でお会いしたいなと思います。リンクさんはタクでした。バイバイ。こっちを見ればいいのかな？こっちか。バイバイ。